ばんは。こんばんは。眠くない。眠くないです。全く眠くない。めっちゃ元気。長い一日だったらお疲れ様。ありがとうございます。まああと20分ぐらいなんですけど、やりたいと思うのでよろしくお願いします。今日はゆっくり休んで、それがさ、眠たくないんですよ。それが眠たくないの。全く眠たくない。今日全く眠たくないんですよ。だからみんなお話ししましょう。今日はお話ししましょう。ブログはありがとう。配信、そう、配信後にぜひ読んでください。ブログも後でゆっくり読ませ、あ、ブログもぜひ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 。体は疲れてない。ありがとうございますそうなんですよ、疲れてないんですよ。みんな28時間、ありがとうございました。そう、私は昨日マジで1個しか出てなくて、最初のなんていうの、オープニングしか出てないから、昨日はめちゃめちゃ早く帰って早く寝たんで全く眠たくないです。明日一気に疲れ、え、もうね、あ、疲れてないそうなんですよ。昨日1個しか、オープニングのみの参加だったので、昨日だから、昨日マジ夜の、もうみんな驚愕すると思う。いつも私が朝の4時とかに寝てるって言ってるからそう、マジ昨日ね、夜の8時半にはもう 寝てました。夜の8時半にはもうベッドに入って早起きする準備してたから、それでも9時間ぐらい寝れて、朝早かったんだけど全く眠たくないですね。早寝早起きに成功したので全く眠たくないです。今日めっちゃ早起きだったんですけど、そう、早起きだったんですけど、そう、でも早起きだからといって、あの、睡眠時間が削られてるわけではないので、めっちゃ元気。今から2時間ぐらいショールームできるぐらいの元気は余裕でありますね。そう、今日 K2 の企画がめちゃ、あの、チームの企画の中で一番早かったから、そこが早起きだったんですけど、それで早起きだと思って早く寝ようと思って、昨日も8時半ぐらいにショールームせずに寝たのでね、めっちゃ元気ですね。早起きだったけど、睡眠時間がない早起きじゃなくて、めっちゃ睡眠時間確保の上でのあれだったので、めちゃめちゃ元気ですありがとうございました。2日間、私は昨日の28時間配信は、昨日のオープニングと今日の K2 の企画と非公式と9期の座談会と最後のやつだったんですけど、そうそうそう、だからね、すごい、ありがとうございますありがとうございました。いろいろと見ていただいて、もし来年あるんだったら、もっといろんなのにね、出してもらえるようにね、ちょっと精進します精進します。はい、ちょっとなんかもっといっぱいいろんな企画出たかったなって思いましたね。そう、いろいろありがとうございました。でも2日間ね。そして今日はね、昇格発表もあったということでね、そう、みんな、そう、11期生と12期生のさらちゃんがね、卒業じゃないや昇格してくれて、チーム K2 にはキョッピーとサックとあとさらちゃんが入ってくれて、また3人新しく加わったのでね、またこれからチーム K2 でみんなで頑張っていきたいなって思うので、よろしくお願いします。そう、本当にみんなそれぞれね、みんな昇格できてね、よかったなって思いましたね。そう、まあでも本当に
これからが長いからね、いろんなこともあると思うけど、頑張っていきましょう、みんなで、ね、そうそうそう、頑張りましょう、頑張りましょう。うん、そう、引き続きね、私も負けないように頑張りたいと思います。そう、頑張りたいと思います。ふーちゃんの賞、え、そうそう、今日思い出しました、自分も昇格の時あんなだったなみたいな感じでいろいろと思い出しました。やっぱ嬉しいですよね。そう今日広島ドリンクまた飲みに、嬉しい、ありがとうね。そうそうなんですよね。そう、負けないように、押し返されないように頑張りたいと思います私も負けじとね、はい、頑張ります。みんなで楽しいチームを作れるように。でもよかった、みんなの頑張りが認められて報われてよかったなって思いましたね。本当に嬉しいからね嬉しいからね、うん、ま、そう、まあでもアイドル人生ね、いろんな大変なこともこれからたくさんあるだろうから、みんなで一緒に頑張りましょう。そして、そう、夏のツアー ZEP が発表されたんですけど、今年は、北海道に行きます。イエーイ、やっとで嬉しいです。マジでめっちゃずつ北海道行きたかったから、めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しい、本当にさ、初北海道なんだけどめちゃめちゃ楽しみ。うん、あと名古屋なんだけどね、そう、めちゃめちゃ楽しみや、嬉しい、頑張る、頑張るね。あ、2回公演なのね、今日、今回は。うん、そう、名古屋と北海道であるんだ、だから頑張ります。札幌、そう、日ハムの試合観戦、思ったんよ、それちょっと思ったんだけど、その前後、21なんだけど、20も22も両方ね、千葉なんすよ。そう、千葉で試合なんすよ。だからね、ちょうどぴったりね、ちょうどぴったりずれてるんですよ。エスコンでなくて、そう、千葉で試合なんすよ、日ハムは。そう、千葉ロッテマリーンズと千葉で試合で、入れ違いなんですよ。だからね、ビエン、そう、エスコンで試合がないっていうね、もう OPN 案件なんですよ。マジね、北海道って決まった瞬間にいち早くそれを調べたんですけど、はぁって感じ。試合が、まあ球場内は見学できるけどさ、試合見たいやん、ね、ビッグボス見たいじゃん、そんなの。ゆずさんの好きな郡司選手もいらっしゃるしね、ほんまに。いや、試合見たいんよって感じでまあでも嬉しい、北海道嬉しい、いや、ほんまに嬉しい、めっちゃ。そう、でも日程がさ、うん、夏じゃないですか。だからさ、もうその時にはさ、ルカさんもさ、チマもいないって思ったらマジでそれは寂しいさ。二人とも一緒に旅行行きたかった、旅行とか言って、旅行じゃないんだけどさ、二人がいたらもっともっと楽しかったと思うのにそれがマジでピエンって感じ、それもピエンって感じですね。そう、マジでちまとるかさんとも一緒に行きたかった、札幌、みんなで飛行機乗ってさ、はあ、それはマジでピエン。でも北海道は楽しみ。
さ、3歳ぶりに飛行機乗るんだ。だから横にチマがいてほしかった。怖い飛行機。そう、最後に乗ったのさ3歳なんだ。飛行機3歳の時に友達家族と一緒にディズニーランドに行ったきり乗ってないから、さ怖くて飛行機、正直。そう、何回も言ってるんですけど、そう、北海道とか海外行ったりとか、海外も行ってみたいし、北海道とか沖縄とか飛行機でしか行けないところも行ってみたいんだけど、マジで飛行機怖くて、ね、そう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 、そうなの。そう、最後に乗ったの3歳で、そっからもう普通に成長してさ、海猿とかコードブルーばっか見てるからさ、飛行機は落ちるっていうイメージがもう勝手についちゃってさ、マジで。ただでさえ高所恐怖症だからさ、なんか地上から上に行きたくなくてさ、だからマジでそれだけがめっちゃ怖いから、もう隣にチマがいて、あのチマにあの手を握っててほしかった。本当にそれどうしよう、さ誰にも思ってもらおう、怖いよ、それだけが怖い。そう、結構普通になんか冗談で怖いとか言ってるわけじゃなくて、結構ガチで怖いからね。ちょっと大丈夫かな、それだけ心配です。何事もなく行ければいいけど、でも楽しみです。北海道は楽しみなんだけど、飛行機が怖いっていう。20と21は高校野球の予選がエスコンであるよ。え、マジ？ちょっと行こうかな。5月6月前回上前完売にして、サマーツアー札幌も名古屋も最高に楽しみましょう。嬉しい、それは。それがちょっと怖い。そう、そういう、それだけですね。でも北海道マジで楽しみ。もう買いたいものを目星ついてるの。あと絶対そう買いたいものを買おう。え、マジで楽しみ。北海道、初北海道なんだけど、え、もう帰ってこんかも。もはやもう好きすぎたら帰ってこないかもしれませんが、すいませんね。それはちょっと広大な自然に触れて帰ってくるのが嫌になったら、一生北海道の草原に住むかもしれませんが、ちょっとそこだけ勘弁していただいて、あ、ふさんは自然が好きだから自然に降り立ったんだなって思ってください。まあそんな感じで毎年ね、あのゼップツアーがあるんですけど、今年もできて嬉しいです。もうなんか毎年の恒例行事みたいになってますね、ゼップが SK にとってね。そう、風物詩的な、だから楽しみです。しかも去年はシャッフルだったので、今年はまたチームに戻るっていうことでね、チーム K2 で行くのでよろしくお願いします。あとは名古屋なので、我らがホーム名古屋なので、名古屋は来れる人もたくさんいると思うのでね、名古屋も来ていただいて、北海道に行ける人は一緒に旅行しましょう。はい、ぜひね、そのシーズン夏休みの人とかお仕事ない人もいるかもしれないのでね、もしあれだったら、あの SK のライブももちろん、来ていただきたいんですけどね、皆さん自身も SK のライブだけじゃなくてね、ちょっと北海道とか旅行しつつ一緒に楽しみましょうね。美味しいものを食べたり、せっかくなのでね、ライブだけ楽しむのももちろんいいんですけど、ご飯食べたり、なんか牧場行ったりとか、ソフトクリーム食べたりとか、ちょっといろいろ楽しんで、 SKE のライブも楽しんでみたいな感じで楽しみましょう。なのでよろしくお願いいたします。 K2 は名古屋と札幌です。よろしくお願いします。楽しみ、マジで。いっぱいお土産買って帰ろう。そう。え、そうなの。なんか、あ、そしてブログ、すいません、遅くなって、ほんまに。そう。今日も、ちょっと、ずっと劇場に入り浸ってたので、あの、ブログ、
かけてなかったので、さっき爆速で書き上げたので、先ほどね、いろいろと上げアップさせてもらったので、いろんなリンクから飛んでいただいて SKE の公式ブログも読んでいただけたらなと思います。はい、そこにも書いたんですけど、マジですごいことが起きてて、今ミラファンの人の力がもう元気玉みたいに一個に集結されててですね、あんなに無理なんじゃないって思われてた5月6月の愛知と幕張のトーク会、ツーショット会の全完売が目前になっているっていう、しかももう無理ゲーじゃなくなっているっていう、素晴らしいことが起きておりましてほんまにびっくりしてるんですけど、ファンの人めっちゃ頑張ってくれたんだろうなと思って、しかもわかんないけど、なんか最近みんなでなんかご飯会行ったりとかさ、復帰総会を開いてくれたりとかしたから、絶対そこで作戦会議してくれてたんだろうなって、知らん、何の話をしてたかわかんないけど、絶対きっとね、そこでもね、どうやったら完売が出るか話してくれたんだろうなってすごい思ったんですけど、みんながめちゃくちゃ頑張ってくれてて、しかもなんかいろんなメンバーが苦戦してるよって言ってる、何、椅子に座るタイプのツーショット会も、もう少しで全部完売っていうところまで来てて、マジですごい、みんなありがとう、ほんまにありがとうございます。もうこれで本当に5月 4,5 ってうまくいったら、あとは6月をクリアすれば、目標にしていった全会場全完売っていう目標が叶いまして、多分それ達成したら、なんなら選抜メンバーより完売数が多いっていうことも夢にまで見た、それも叶うかもしれないのでね、それを私は成し遂げて X にババンって前回以上全完売したので、あとは選抜を祈りますって私はツイートしたいんですよ。やっぱ言霊ってあると思うし、それを見たら、フッピーはそこまでファンの人と頑張ったんだから間違いないって、みんなとなんかそうしたいし、そう、私の目標は全会場全完売して、全会場全完売したので、あとは選抜を祈ります、みんなで祈りましょうっていうツイートをして、そのシングル期間を終えるっていうことをそうしたいんですよそう、そしたらさ、そう、もうなんていうの、もうなんて言うんだろうな、説得力がもう桁違いじゃないですか、もう目に見えるものをみんなで残したっていう、そうだから、そうなれるように頑張りたいなって、言霊はきっとあるし、そしたら SK を知らない人からしても、冬っぴのファンと冬っぴはすごいんだって思ってもらえるしね、きっと。そうだから、でも本当にそれが叶いそうで、とりあえず6月はまだなのでね、そう、冬っぴと冬っぴファンの人たちは飛び級せずに一個ずつっていうことしてるから、そうそうそう、だから4月5月6月って一個ずつねダンジョンしてるからね、今5月ダンジョンをみんなでクリアしてるんですけど、そう、ちょっと中型モンスターぐらいだったんで、そう、最初は小型、中型、大型ってなりますからね、ダンジョンは。今はもう結構でも、もうクッパ今クッパジュニアなので、あとクッパを倒して、クッパ城も倒して、平和にな、ダンジョンにできるように頑張りましょうはい、ほんまに。でも今日の昇格発表を見てても思ったけど、やっぱさ、夢が叶う瞬間を見るのは本当にね、こっちまで嬉しい気持ちになるんだなって思いましたね。そう、あと2分ですね。そうそう、今日自分がさ昇格したわけじゃないけどさ、その今日昇格したメンバーみんな、研究生の子たちめっちゃ喜んでてさ、もう泣くほど喜んでる子もいてさ、それ見てさ、自分は昇格してないけどさ、自分までなんか泣きそうになって嬉しくなっちゃって、やっぱりそのね、人が夢を叶え、そう、みんなの夢が叶ったわけじゃないですか、昇格したいっていう夢が。そうだから、その人がね、ある一人の女の子が夢を叶える瞬間って、でこんなにもキラキラして尊いものなんだなんてすごく思っちゃって、私、そうだから、私も次は昇格じゃない、私は昇格してるわ、私は選抜っていう夢を叶えて、その尊い瞬間をファンの人に見せたいなって思いました。
そう、私まで嬉しくなったから、本人だけじゃなくて見た人も嬉しくなるから、次は私がみんなと叶えてみんなをその気持ちにさせるので一緒に頑張りましょう。私もできること頑張るのでね、日々。はい、そんな感じを思いましたね。とりあえずブログ書いたのでね、ちょっとふっぴのこと知りたいなっていう人はブログを読んでいただけたら嬉しいですね。 X とかスレッズとか、あとはメブロにもリンクを貼っておくので、はい、ぜひぜひ読んでいただけたら嬉しいです。では皆様ありがとうございました。多分明日も配信すると思うのでよろしくお願いします。寝てない人寝てくださいねおやすみなさいおやすみなさい。私も寝ます。楽しかった、ありがとう。